はいどうも、しょうえTVです。三上美穂です。お願いします。今回はビタ止めチャレンジいきます。はい。どうするビタ止めって。キャッチャーのパチンって。そう、ミットを動かさずに取るっていうね。こうしちゃダメ。ピッチャーの気持ちはピタッと止める。はい。それがピッチャー嬉しい。でキャッチャーやらないだろうけどやってもらいます。できるのかなっていう、まあ、なんかさ、内野手で外野手でしょ、それ以外の場所ってさ、どうなんだろうって僕らは思うんですよ。確かに。うん。キャッチャーで楽しそう。でしょ、そこをちょっとやってもらう感じで。はい。はい、お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ゴー。はい、というわけでね、また今回も風がすごくて音が割れてるので、アフレコをちょっと今練習の段階なのでやっていきます。全くね、キャッチャー未経験の三上さんですけど、構えとかもう。立派でした。はい。でね、キャッチャーミットは両平のミットを使っています。で、ピッチャーは金ちゃんが投げております。はい。高めもね、しっかりこう手を伸ばしてね、取っていらっしゃいました。はい、構えがもうやってた人って感じじゃないですか。はい。腕がすごく長いですね。もう構えがいいです、構えが。ほら。ナイスビタ止めです。素晴らしい。とここで良平やヒルトにアドバイスをもらっていました。どんな感じでキャッチングをしたらいいのか、外から打ち外から打ちということでね、やってみましょうってことでね、はい、練習段階ですけどね。はい、お、うまい、素晴らしい。それでは本番スタートをまずは翔平からねやってみせます。どうですか？ほら、ほら、やば、いい。金ちゃん素手でした。ごめんね。僕がやってる後ろで三上さんも一緒にやっています。おお。あれ？止まってる。はい。はい。おお。やば。顔もちょっと疲れる。マジで笑え。出てきた。おお、いいね。いい感じ。お、いい感じ。お、いい感じ。ちょっと投げていい？投げていい？はい。早いよ。早いよ。おお。うまいな。うまい。おいすいません。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか今までさ、ほら動画しか見てなかったじゃないですか。はい、直でこう間近で撮ってなかったじゃないですか。はい、ちょっとね。なんで今回こうやってこう直でね見てもらえてよかったです。こんな感じでやってるってことを分かってもらえて、はい、本日はこちらのお二人とコラボしました。お二人のねインスタ、ツイッターやってますのでチェックの方よろしくお願いします。お願いします。それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。